静岡市立高等学校は、静岡県静岡市青井口与田三丁目にある市立、高等学校。地元では略して、市高、市立、または、生死と呼んでいる。生徒の総称は、竜、南、賢治。1学年8学級。各学年は、普通科7学級と科学探究科1、学級で構成されている。普通科には、特別進学クラスが設置されている。 一年生は2クラス、二、三年生では理系、文系1クラスずつ設置されている。特別進学クラスでは毎朝7時30分から課外授業が開始される。これ以外にも夏に4泊5日で行われる勉強合宿の参加が必須となっているなど一般クラスとの違いが多く存在する。特進クラスの主な目的は 国公立大学の合格を目指すことである。本校に限らず、静岡は進学において地元志向の強い地域でもあり、静岡大学や静岡県立大学をはじめとした地元国公立大学への進学希望のニーズに応えることが重要であることがその理由である。一方で、毎年数名ではあるが宮廷国大学への合格者も出している。また、 学校の教育方針として文部領土を掲げており、いずれかの部活動か同好会へ席を置くことが必須となっている。2010年度までは普通科のみの設置であったが、2011年度より理数科である科学探究科が設置され、2013年度に文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクールに指定された。学校の伝統行事としてマラソン大会やナイトウォークが存在する。 マラソン大会は毎年2月に実施され、男子1 0トル女子7 5キロメートルを1、2年生全員が走ることとなる。ナイトウォークは静岡市青井く梅景島から本港までの約4 5キロの道程を夜を徹して歩く伝統行事であり、旧生第一中学時代から続けられている。参加は任意であるが、 三年生の希望者が優先的に参加できるほか、毎年抽選で参加者が決められるなど人気の行事である。旧正門は国の登録有形文化財に登録されている。ありがとうございます。